シナモン大丈夫ですかね、苦手な方もいる。あ、美味しいです。美味しいですか。速攻できましたけど。はい、キッチン用品売り場の、日野と申します。あんまりお料理は得意じゃないです。お客様の目線に立って考えることができるかなっていうのはありますね。世間でも流行ってますけど、ホットサンド、ワッフル&ホットサンドメーカーです。では今回紹介するのはヴィタントニオさんの、ワッフル&ホットサンドベーカーです。ヴィタントニオ、はい、あんまり聞きなじみないななんて。いや、そんなことないですよ。知ってる方は知ってます。ワッフルのこの機械では有名な日本のメーカーさんです。900ワットありまして、高温で、サクッとふわっと焼ける、この高温機能が今回はちゃんと保てるっていうのと、見盛りが1分ずつなんですけど、10分で、例えば焼き目を自分の好きな焼き目に調節できる。今日は、はい、ホットサンドの方を作りたいと思います。最初はこの目盛りを5分以上回します。そうするとここに赤いランプがつきます。これ通電しましたよっていう、余熱入りましたっていうのがなります。あと温まってくると、ここに緑色がつくので、緑色がついたら食材を入れてもいいですよっていう適温のお知らせマークになります。はい、ではまず最初にちょっとマヨネーズ塗りますね。簡単でいいです。そんなにたっぷり塗らなくても大丈夫です。でもう1枚の方にも塗っておきます。キャベツ、どうしてもこのギュッと押すのでビュッと出ちゃう可能性があるので、真ん中にちょっと多めに、でちょっと彩りでレッドキャベツも入れてみます。卵は真ん中に置くように、いわゆる萌え断を作るために。そうです、萌え断です。こんな感じです。はい、適温になりましたよって、食材入れていただいてもいいですよというマークです。ちょっとバター塗っていただきたいんです。これを塗ることによってプレートが傷みません。こんな感じですね。柄をつけたい方を蓋しちゃいます。はい、これパチッとなります。濃くこの筋目をつけたい方と、あと中の内容ですよね。例えばハンバーグ入れたりとか、チキン入れたりっていう時は、お野菜、今のお野菜関係よりはちょっと長めに取ってもらった方が、時間取ってもらった方がいいので、10分はマスタードつけます。これも軽くでいいです。ほうれん草です。これもバターでソテーしてあるので、結構大雑把なんですいません。よいしょ。はい、サンドイッチというか、ホットサンド、はい、朝ですか、朝食ですか。朝食ですね。これ朝から出てきたらテンション上がりますよね。上がりますよね。マヒン型です。これを割っちゃいます。中を蜂蜜です。蜂蜜かけます、うん、シナモンかけちゃいます。よいしょ、お、入った。あ、やだ、ちょっと、やだ、ちょっと、すいません、入っちゃった。すいません、こんな入るなんて、あ、どうしよう。すいません。すいません。ちょっと厚めの斜め切りでお願いします。もうちょっと入れれますね。これもちっちゃくなるんで、あ、適温になってきました。で、またシナモンです。あ、かけすぎた。で、ちょっと、はい、バターつけときます。あ、こっちもつけときましょうかね。じゃあ、蓋します。はい、バーミキュラさんです。バーミキュラでこれで私は
カレーを作ってます。お野菜自身の水分で賄ってしまうのでカレーのトロトロ感も出ますし、もう甘みがすごいです。野菜の普通の鍋とは比べ物になれません。平野レミさんのレミパンです。蓋もこうやって立てることができるし、中もフッ素加工になってるのでとろみがあるものも炒めるものも本当にフライパンみたいな感じで使えて、ここにつけれるんですよ。それが便利っていうこともあって人気があります。私は持ってないんですけど今度買いたいなと思ってます。じゃじゃーん、成功してますよね。お、いって大丈夫ですね。綺麗に模様がついております。すごい素人目線で中身どこ行っちゃいましたですよね。あんだけ挟んだんですけどこんだけぺっちゃんこになるんですよ。だからかなり中身を入れても大丈夫です。まさに牛です。凝縮って感じです。牛です。来てください、真ん中来てください。あ、来ましたね。あ、こんな感じです。真ん中に来ました。こんな感じです。綺麗。はい、どうでしょう。美しい。これにまた上から蜂蜜をかけてシナモンをかけると甘くて美味しいおやつになります。完成。完成です。以上でございます。皆さんおすすめどれですか。あ、じゃあこれこちら、はい、ぜひこれをカメラマンに試させてあげてください。あ、カメラマンさんですか。シナモン大丈夫ですかね。苦手な方もいる。あ、美味しいです。美味しいですか。速攻できましたけど本当に美味しいのか。子供と一緒にやるのもなんか面白いと思います。はい、これお会計の時にちょっとドキドキしちゃったり失敗しちゃったりねするとダメなんで、ちょっとこういうのを参考にして10点レシピがついてますので実演してみてたんですけどいかがでしたか。緊張しました。緊張して上手に出るかなと思ったんですけど断面が結構綺麗に出たので良かったです。満足度は、私の満足度は40ぐらいかな。ちょっと緊張しすぎて蓋は落とすわ、みんなは転がるわね。でも申し訳なかったですけど。これ次回またオファーしたらキッチン家電出てくれますか。はい、はい、大丈夫です。頑張ります。こちらのビタントニオのワッフル&あれ？夫サンドベーカー。ホットサンドベーカーなんですけど、こちらは松坂屋のオンラインショッピングでもお買い上げできますのでよろしくお願いします。